乃木坂46が8月25日から28日の4日間にわたり、東京、明治神宮野球場にて、真夏の全国ツアー2023ツアーファイナル公演を開催。最終日となった28日公演では梅沢南、山下水木、与田祐希の3人がグループのジンクスについてトークをする場面があった。 梅沢みなみ、神宮公園での、奇跡、に喜びのギザカ46には、神宮公園で雨が降る、というジンクスがあるが、梅沢が、4日間雨が降らなかったのすごくない。初めてじゃない、と今年は一度も雨が降らなかったことを明かし、山下は、ほんと奇跡。梅、梅沢、が晴れ女だからだよと笑顔で答えた。 そんな梅沢は、一人の撮影の時、氷が降ってた日があったんだけど、虹を出させた、というエピソードを披露すると、今回のツアーの座長を務めた井上和についても、和も晴れ女らしい、と説明した。山下水 i ウィキペディアに書いておいてほしい。さらに、晴天が続いた今年の神宮公演について梅沢は、歴史も追加されました。晴れの神宮、皆さん伝説です。これはと興奮。 山下も、ウィキペディアに書いておいてほしい、わら、と続け、梅沢が、誰が書いてくれますか、と問いかけると、会場からは次々と、はーい、の声が上がった。この状況に3人が笑うと、山下は、やばい。みんな書いてくれるっぽい、わら、とぽつり、梅沢も、すごい量になっちゃう、わら、と突っ込んでいた。 ドギ坂46聖地で真夏の全国ツアー2023ツアーファイナル開催真夏の全国ツアー2023は7月1から7月2日に開催された北海道まこまないアイスアリーナ公演を皮切りに全国7カ所16公演を実施世代交代した3期生から5期生メンバーのみでのライブは同ツアーが初めてで 総合計25万人を動員した。ツアーファイナルとなった東京公演の会場は、2014年に初ライブを行い、日後の木坂46の聖地、とも言われる明治神宮野球場。同会場での4日間開催は過去最長となった。 なお、4期生の架橋さやか、5期生の川崎さくら、き、は正式には、達先はけがの治療のため、4期生の林るな、5期生の岡本ひなは活動休止中のため欠席となり、同公演は32人のメンバーで行われた。